こんな1の1はちょっと嫌かも。やってみたいと思います。おっと1の1だけどなんかドッスンいるね。まあこのままスルーしていきます。高いな、届かないぞ。ちょっと変わった1の1っぽいですね。よいしょ、これは入れるのかな。なんか土管多いな。ちょっと待ってどこまで土管あるの。これはあ入れる。じゃあ地下行ってみましょう。まさか地下も何か変わってる。長いな、ちょっと長くない。お、落ちた落ちた落ちた。全体的になんか縦の長さが長くなってますね。さあ戻ってきましたか。ちょっとこっち見てみましょうか。なんか強い敵いるな。あーもう結構近くに戻ってきたねなんかねこのコース50コインを2枚探すらしくて、どっかに隠れてるらしいのでそれも探したいと思います。あーちょっと待って、あどっか行っちゃった。これなんかあるんだけど、上がれるのかな。 ある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 、50コインあるからこれ取ろう。あれちょっと待って、全部あるんじゃない。あーなかった。オッケー、これで1枚、もう1枚探そう。オッケー戻ってきた。そして上に行くのかな多分。ほいほい、上にはなさそう。よいしょ、オッケー。お、中間地点ってことは結構長いぞこの先。はいオッケー、これで高さあるな。よいしょ、おー戻ってきた。こっちは低いのね、逆に低いみたいな。よいしょよいしょ、穴もちゃんと開いてる。下に行けることはないよね。これは繋がってない。あれもう一枚どこにあるんだろう。あ逆さまになってる。えどこにあるの、こっち。ちょっと待って届かないんだけど。よいしょよいしょ、ああ上がある。ちょっと待って上行けるかも。ほいほい、でこっち、ああったー、オッケークリア。真っ暗1の1。お暗いな。あすごい、これ普通に1の1なのかな。クリボ来たよね今。オッケー、コイン取ってここにちゃんとある。はい、ちょっと地下も行ってみたいな。この時点で地下なのに地下に行ったらどうなるんだろう。あ危ない危ない危ない。あちょっと待って難しいな、ここ入れると。はい、地下も一応見てみましょう。ああるんだね普通に地下。あ普通にコインもあって中にも入れる。地下の地下っていうことは地下2階か。ちょっと左も行ってみる。左どうなってるんだろうね。変わらないのかな。怖いな、先が見えない、不安がある。ホラーゲームみたいになってる。この下ってあるのかな、落ちるのかな、落ちるかどうかもわかんない。あ危ない危ない、ちょっと待って。オッケー、あるオッケー。ここにここになんかあったよね。あ、ある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 。これ、これスターだったかな？あ、フラワーだ。え？スターってどこだっけ？こっちか？あ、こっちだ。スター取って、オッケー！あー、明るくなった！真っ暗1の1はなくなってしまった。オッケー。今のうちに行こう。よし。ホラーゲームでも助かる要素アイテムだな。オッケー。はい。はい、ゴール！明るいままゴールできた！ブンブンが荒ぶります。はい、ブンブンが荒ぶるって、え、なにこれ？なにこれ？ハナちゃんの足おかしくない？なんか、え？二足歩行してるし、なんか変な感じする。そして、このコースなんと、クリア率がめちゃくちゃ低いです。なぜだろう？あれ？取れない？なんだこれ、バグコース？あ、わかった。この、右の荒ぶってるブンブンのせいでめちゃくちゃになってるんだ、多分。これでもどうやって倒すんだろう。よいしょ。あれは取れない。クッパは踏めない。よいしょ。こうね。で、こうか！あれ？お、なんだなんだ、スローになったぞ、お前。お前、どうしたどうした、こう、ここか？オッケー。一回目、どうすんだ、どこに行くんだ、お前。え？ちょっと、そんなとこでムキムキにならないでよ。ちょっと、ほら、クッパもこれ絶対やめてくれって言ってるよ。もう出してくれ、ここから。もう、俺はこれだ、コロ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 って。これ3回叩けるのか？よいしょ。あ、あ、叩ける。オッケー。3回目。よいしょ、オッケー、鍵ゲット。はい、さあなぜクリア率が低いんでしょうか。この感じなら結構簡単そうだけど、ちょっと待って。ほい、1回目、オッケー。で、おー、なんそのムキムキやめて。オッケー、2回目、オッケー君さ、筋トレじゃないんだからさ、そんなボディービルダーじゃないんだから、そんなムキムキポーズで止まらなくていいんだよ。これはちょ、なにこれ、ちょっと邪魔、なんだこれ、出してくれ、ちょっと、出してくれ。オッケー、で、どうすんだこれ。どいて、やめてくれ、助けて。オッケー。そして、なんか右上にヨシーがチラッと見えたけど、あっ！そしてこれを、一気に倒して、そのためのファイヤーだったのか、なるほど。あ、こいつをさっき見ました。このヨシーを見て、これどうするんだ、乗って、
乗り捨てか。うわー迷う。これはなんだ、ん、こうか、違うな。なんかね、このちょっと出っ張ってるの気になるんだよね。捨てみタックル、はいはい、判定なし。乗るのは、あれ判定微妙。いや多分違うな、乗り捨てっぽいですね。 OK、 じゃあ乗り捨てます。で捨てみ OK で取って、これどうすればいいの。よし、欲しいんだけど。ちょっと OK、 戻ってきました。でこうやって壊して、これ下がるのかな、下がってジャンプジャンプジャンプ、ちょっと待って、降りるか降りないか決めてほしい。 OK、 上がってよかったのかな。ん、あ入っちゃった。あ、え大丈夫、え何これ、何が起こる。ちょっと待ってみましょうか。メットがあそこにあって、 ZL、 Z ってどれ、 ZL、 これ、はいはい、ん、押してるよ。違うのかな、あっち飛んでみる、どこへ行くのかな、 ZL、 あそういうこと、こういうことだ多分。えちょっと待って、ちょっと待って、あ、あ、土管だ、ありがとう、オッケー。あの赤コイン取らなくていいのかな、本当に。なんか後で足りないみたいなことになりそう。しかもね、このコースね、中間地点がない、あーあーありがとう、中間地点がないからね。あ、え、ちょっと待って、ちょっと待って、それオッケー。で、はい、あーなるほどね、一回食らって、でメットが出てくるんだよね。ほい、オッケー。スター取るべき、スターじゃないけど、こいつ取るべき、取ってみる、取ってみる、オッケー取った。あ、特に何もないんだね。あ、ちょっと食らっちゃった。オッケーオッケー、ちょっと待ってよ、ちょっと待ってよ、なんかなまっちゃったよ、倒せないんだけど。オッケーオッケー本来ファイヤーで倒すものじゃないの。あごめんなさいごめんなさいごめんなさい、入ります、入れた。でなんだこれ、あるけど、あるけど、いけるのか。クリア、ありがとう。ついたんコース、なんでゴールできないの、やってみたいと思います。このコースはですね、ゴールに触れてるのにゴールできないらしいですね。できないですね。なんだこれ、ん、あっちにも行けない。捨て身か、捨て身でもない、え行けないんだけど、ちょっと待って、あーゴールできた、変身マリオやってみたいと思います。なんか書いてあるね、チェンジって書いてある。オッケー、マリオ変身します。 Z 回転しろってことだね。どっちか行けばいいんだろう、こっち、こっちっぽいね、矢印的についてみます。何があるんだ、えどっか行っちゃった、えどこ行ったの、大きくなった、大人になった。幼少期5歳のマリオがついにおじさん40歳になってしまいました。これでどんどん変身していくっていうコースか。なるほど。何に変わるんだろう。次なんだろう。ボムガールってことはファイヤーか、ファイヤーっぽい。さあ答えは、あ、ファイヤー正解。これでえい、オッケー、これで爆発して、下がって、なぜか下がって、はい、出ると、OK。なぜ下がるのか、僕はその仕組みは分かりません。OK。ボム兵が邪魔してたんだな、多分。入ります。次なんだろうな、ブロック壊せるから、え誰君、変わり果てたね。全然違う姿になったじゃん。ほら ?OK。OK。キノコを取って、ちょっと出して、OK。で、うん、どうやって行くんだこれ、回転か、えい、あ、わかった、あごめんね、ありがとう、優しいね君。 OK、 次行きます。え、ブンブンを倒さなくてはいけない、しかしこの姿では倒せない。さあ何に変身するか。いや今のまま倒せるんじゃない、え、なんか剥がされたんだけど、あ倒せた、ちょっと待って、僕どこ、あえなぜ勝ったんだ、どういうことだ。 OK、 10、50、なんか書いてある。マリオの顔が変わります、だってこれから顔が変わるみたい、整形じゃん、変わってない、あ、変わ、あなんか変わってるぞ、センキューって書いてある。さあ見てみましょう、あ変わってるね